アメリカ人記者が答えます。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。大手掲示板に質問が殺到、ウクライナ入りしたアメリカ人記者の回答に世界が大注目。日本時間の3月29日、トルコ・イスタンブールで4回目の停戦協議が行われました。ロシア側は首都キーウ近郊での軍事活動を大幅に縮小するとの方針を示し、日本のメディアは一定程度の前進、進展といった言葉を用いて報じましたが、アメリカのバイデン大統領はロシアの行動を見極める、ウクライナのゼレンスキー大統領は信用する根拠はないとロシア側の言葉を全く信じていないようです。こちらではこのニュースの概要や注目点、そして今日のメインとなりますが、今ウクライナ入りしているウォールストリートジャーナルの記者が大手掲示板に登場し、現地ウクライナの状況を赤裸々に語る翻訳など、今日は現地の声を中心にお伝えしたいと思います。3月30日付、ウォールストリートジャーナルによると、ウクライナとロシアは29日停戦協議にある程度の進展があったことを明らかにした。ウクライナ側は米欧諸国やイスラエルなどが自国の安全を保障するのと引き換えに中立化することを提案した。トルコのイスタンブールで対面協議が行われる中でもロシア軍の攻撃は続き、民間人数十人の死亡が報告された。ロシア交渉団トップのウラジミール・メジンスキー大統領補佐官によると、ウラジミール・プーチン大統領は交渉終了後にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と対面し、平和条約に署名することに同意した。さらにロシアは善意の印としてウクライナの首都キエフ周辺及び北部の都市チェルニヒウでの軍事活動を制限すると語った。一方、アントニー・ブリンケン米国務長官はこの日、ロシアが有意義な和平交渉に注力するという証拠は見られないと指摘。ロシアの言うことと行動は別物だとし、米政権は後者に注目すると話したと報じています。ロシアに善意の印って言われてもまるで説得力が全くないのですが、当然世界からもかなりの突っ込みが入っている様子です。日本国内の専門家たちもキーウへの軍事活動を一時的に制限するだけでロシアはいつでも攻撃を再開できる、停戦協議はロシアにとっては攻撃体制を整えるだけのただの時間稼ぎ、ロシアはキーウ制圧を諦めたわけではない、部隊を再編成してもう一度攻めてくる可能性は排除できない、などなど、誰一人ロシア側の見せた善意の印を1ミリも信じていません。特に私たち日本人は、先の大戦で日本が降伏した後、ソ連軍が攻め込み北方領土を奪い、多くの日本人がシベリアに抑留されたという歴史を忘れてはいません。ロシア人のすることは今の状態を見る限り、あの時代から何も変わっていないことは間違いないようです。今回ご紹介しましたウォールストリートジャーナルの記事に署名している外務特派員ヤロスラフ・トロフィモフ氏は、欧州、中東、アジアの特派員を経験したジャーナリストです。そんな彼は現在ウクライナ入りしているのですが、3月29日のアメリカ東部標準時間午前10時に海外の掲示板レディットに登場し、世界から寄せられた質問にできる限り答えました。ジャーナリストの生の声が大変興味深いと思いましたので、今回はその Q&A をメインに、その中の一部を翻訳してご紹介したいと思います。仮に和平が成立したとしても、ウクライナ人とロシア人の感情はどうなると思いますか？ウクライナ人はロシアとロシア人を許さないだろうし、何世代にわたっても和解は望めないでしょう。
正式な発表がありませんが、ウクライナ軍の兵士、そして一般市民、加えて軍事的損失についてどのような見解をお持ちですか？数千人の死者が出ていると思います。しかし戦場での損失はロシア軍の損失の方がはるかに大きいと思います。卑怯なことにロシア軍はウクライナの軍事基地内の集合住宅を爆撃し、兵士の配偶者や子供を含む数百人を殺害しています。マリウポリでの激しい戦闘の様子が伝えられます。ウクライナ軍はマリウポリに近づいてカウンターアタックができますか？兵站のルートは確保されていますか？残念ながらマリウポリはロシア軍に完全に包囲されており、市内にいるウクライナ軍の部隊への兵站の補給はできません。ロシア軍のウクライナ侵略のタイミングやその根拠についてどうお考えですか？ロシア軍のトップレベルの人間が軍の能力を過信していたのでしょうか？プーチン大統領はウクライナ人とロシア人は同じ民族であり、ほとんどのウクライナ人はロシア軍を解放者として迎えるだろうと本気で思っていたのでしょう。ウクライナにいる間、最も驚いたことは何ですか？ウクライナ社会の結束、助け合う人々、みんな一緒だという感覚、そしてさようならの代わりに人々はあなた自身を守ってくださいと言ってくれたことです。ウクライナの士気はどうですか？彼らは戦争が早く終わることを期待していますか？それとも長引くことを予想していますか？ウクライナの士気は高いです。彼らは戦争が数週間で終わることを望んでいますが、長期化することも理解しているようです。ロシアがキーウを取れていません。西側がロシア軍の能力を過大評価していたことを意味しますか？それもありますが、ロシアはウクライナ軍の能力を過小評価していたのです。ウクライナにいる間、危険な状況に遭遇しましたか？はい、何度も。砲撃は心地よいものではありません。戦場でジャーナリストとして働く場合、どのようなリスク評価がされていますか？危険な地域に入るときにリスク評価のできる専門家が重要です。そしてどれだけの報酬を得られるかということも大切なポイントです。あなたは死を恐れていますか？愚か者だけが死を恐れません。私たちは日々リスクを軽減しようと努力しています。戦争が終わった後、ウクライナ再建のための費用はどれくらいでしょうか？費用はすべて海外で凍結されたロシアの資産で賄えるでしょう。ロシアの無能さ、残虐性が報じられています。80年代のアメリカのポップカルチャーを見て育った私には、当時と同じく現在のロシアは完全に悪者です。しかし現実はどうなのでしょうか？本当に無能なのでしょうか？それとも彼らの失敗は誇張されているのでしょうか？彼らは目標を達成できておらず、いくつかの作戦において衝撃的な無能さを見せています。しかしロシア軍にはよく訓練された能力の高い人間がいることも事実です。ウクライナ軍がいくつかの都市を奪還したというニュースを聞きます。この戦争はウクライナに有利になっていると思いますか？ウクライナはいくつかの戦術レベルでの成功は収めてきましたが、戦争の流れが変わったというのは時期尚早です。ロシア軍を歓迎したウクライナ人をあなたは見ましたか？いいえ、私は見ていません。核兵器が使用される可能性は？停戦協議が開かれています。しかし、この戦争が続く限り、核の脅威がなくなることはないでしょう。ウクライナの極右の過激派を目撃したことがありますか？おそらくヨーロッパのどこの国でもいるように、ウクライナに極右がいることは間違いありません。しかしごく少数です。29日火曜日、ロシアとウクライナの停戦協議でロシア軍はキーウと北部のチェルニヒウでの作戦を縮小すると発表しました。その舌の根も乾かぬうちに、キーウでは空襲警報が鳴り、29日の夜から30日にかけて、ロシア軍はチェルニヒウの電気、水、暖房などのインフラを集中的に破壊しています。
チェルニヒウの知事は、ロシア軍が約束を守ったことは一度もない、見ての通りだと発言しています。ロシアの口先だけの言葉、そして停戦協議という甘い言葉の時間稼ぎに私たちは騙されてはいけないようですね。今回のウクライナ情勢、当チャンネルでは特に世界の視点を意識してウォッチし続けたいと思います。皆様のご意見、ご感想お待ちしています。ベルアイコンやいいね評価を押していただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。